耳で学ぶ鳥ラジオ。はい、本日のテーマが野鳥撮影用の外付けマイクの選び方というテーマでお届けします。本日は禁断のテーマについて取り上げようと思います。野鳥撮影を行っていると映像だけではなくて音にもこだわりたいということで、野鳥の動画撮影を始めた人は最初はカメラ本体に内蔵されているマイクで野鳥の動画撮影を行うわけですが、綺麗な映像が撮れている割には音がしょぼいなというふうに思ってしまうわけであります。すごい映像が撮れるのであればそれに匹敵する音を撮りたいというふうに自然となってきます。トリピキもそのように思い始めた時があって、それ以来野鳥の動画撮影時には音にもこだわるようになりました。で、トリピキが今使っているメインの外付けマイクとしてはタスカムというところの DR-05X という無指向性の IC レコーダータイプの外付けマイクになります。このマイクは外付けマイク本体と単三電池2本で動かすことができます。取り付けの場合は N ループと呼ばれる充電式の単三電池を繰り返し充電して使っている形となります。なので取り付けが今野鳥撮影用として使っている外付けマイクに関してはタスカム製の DR-05X という型番なので、この外付けマイクを使っていればトリピケと同じ音で野鳥の動画を撮ることができます。はい、ということで今日は別にこの DR-05X を説明したいわけではなくて、ここに至るまでにいかにトリピケが外付けマイク選びに失敗してきたかっていうのを歴史も交えて説明しようと思います。マイクの型番まで喋ってしまうと、問題になってしまうかもしれないので、エピソードトークという形でこういう風なマイクを買ったらダメだったという話をしていこうかなと思います。はい、まず最初の外付けマイクになるんですけど、トリピケ最初外付けマイクであればどんなものでも大体いい音が取れるだろうという風な勘違いをもとに適当に外付けマイクを選んでしまいました。最初に購入したのがラクマに出品されていた外付けマイクで、いわゆるガンマイクですね。ガンマイクがどういうものかというと、スティック状の円柱状の長細いマイクになります。なのでこの円柱状の細長いマイクをカメラのシューマウントとかにマウントしてあげて、でカメラへの音声入力としては普通にステレオミニプラグ 3.5 ミリのステレオミニプラグで入力してあげる形式のマイクでした。こちらのガンマイクは単三電池1本で動く代物で、ガンマイクの円柱状の形の根元付近にカバーがあって、そのカバーを取ると単三電池が入れるところが出てくるという製品でした。なので単三電池をその根元に入れてあげて、でカメラにステレオミニプラグでつないであげると、すると野鳥撮影用のカメラに外付けマイクの音がインプットできる形になります。で一応外付けマイク使うときはその外付けマイクの電源オンにして、カメラの電源をオンにして野鳥の動画撮影ボタンをという一連の流れで外付けマイクで野鳥の動画に対して音を入れることができます。でその手順で野鳥動画に対してこのラクマで買ったマイク系で音を入れてみたんですけど、もうどうにも音が小さいと、なんかもう動画に蚊が飛んでるような音が申し訳ない程度に録音されてて、あれこれ故障なのかなと最初思ったんですけど、よくよく音量を上げてみると微妙に音が取れてるんですよ。ただ音量を拡大すると鮮明さがなくてガビガビ音になっちゃうので、まともに聞けるような代物じゃなかったんです。それを機にあれこれ不具合かなとか思いつつも、いやでも音は取れてるから不具合じゃないだろうなというのを繰り返し思った後、その外付けマイクについてはもうお蔵入りになりました。少し音が取れてるので自分の中でも壊れてる認定にならなくて、壊れてないから返品もできずにお蔵入りにしたという経緯があります。
これがトリピケの野鳥撮影用の外付けマイクの失敗談1ですね。はい。ただ、その失敗にもめげないトリピケは、さらなる外付けマイクを探すことになります。で、この2つ目が成功事例で、先ほど説明したタスコム製の DR-05X っていう IC レコーダータイプの外付けマイク。これがうまく野鳥撮影用のカメラに音を入れることができた事例になります。この製品は外付けマイク単体でも録音の方ができて、外付けマイクに単三電池2つ入れてしまえば、録音ボタンを押すだけで、外付けマイク本体に内蔵された SD カードに録音することができます。なので、その DR-05X の本体を手に持った上で、録音ボタンさえ押してしまえば、自分の周囲の音が録音することができます。で、野鳥撮影用のカメラと接続する場合は、その録音ボタンを押した上で、野鳥撮影用のカメラのオーディオインプット、野鳥撮影用のカメラのインプット端子に入れてあげる。そうすると、その DR-05X で拾った音を野鳥の動画に入れることができます。この DR-05X で入れた動画の音を聞いてみたんですけど、まあ、無指向性なので、周囲の音も含めて録音されてるわけですけど、野鳥の声も綺麗に撮れていて、撮り付けは満足しているマイクになります。なので、二つ目で成功事例を聞けたという幸運に恵まれました。人によっては、多分二つじゃ収まらなくて、すごい数のマイクを試している人もいると思います。で、この成功事例に味を占めたトリピケは、この DR-05X が無指向性だったので、周囲の音をまんべんなく拾ってしまうマイクなんですね。では、周囲の音をまんべんなく拾うんではなくて、ある特定の限られた地点の音のみ拾ってみたい。なので、野鳥が鳴いていたら、その野鳥のみ音を録音したいと。そういう欲求に駆られました。そういうことで、次のマイクは指向性のあるマイクを探すことになると思います。こちらも失敗事例なので、型番とかは申し上げないですが、エピソードトークでお話ししようかなと思います。で、その指向性のあるマイクの方を購入して、こちらも IC レコーダータイプのマイクだったんですけど、まあ、同じように IC レコーダータイプの録音をオンにして、野鳥撮影用のカメラにインプットしてあげると。そうすると、またすごい音が小さいんですよね。あれ？なんか音が小さいぞということで、いろいろ試してみたんですけど、そのマイクにあるありとあらゆる設定を試して、その設定の組み合わせまで何十パターンと試してみたんですけど、やはり大きく音を取ることはできませんでした。ああ、また失敗してしまったなと。ああ、やってしまったということで、ただそのマイクは動画編集ソフトとかで録音した音の音量を上げれば、まあ、聞こえなくはないレベルだったので、一応サブのマイクとして今も保管しています。まあ、でもメインのマイクが壊れない限りは、そのマイクを使うことはないかなというレベル感の代物。こういったわけで、3番目の野鳥撮影用の外付けマイクの選びは失敗してしまいました。で、今のところトリピケは無指向性のマイクであればメインマイクを持ってるんですけど、指向性のマイク、ある特定の限られた地点の音を取りたいといった時の外付けマイクを今手元にない状態。なので、指向性の高いマイクで録音音量が取れて、野鳥の声が大きく取れる。そういうマイクを探している状態です。で、この動画を見ている野鳥撮影のクロートの方がいましたら、ぜひ指向性マイクでいいマイクがあったら、コメント欄でそのマイクの型番まで書いて、トリピケに教えてください。これ以上マイクにはまりたくないので、できればクロートからおすすめのマイクを教えてほしいところではあります。はい、ということで本日はトリピケの失敗談も含めて、野鳥撮影用の外付けマイク選びの方法についてラジオ形式で配信してきました。ぜひ野鳥撮影用の外付けマイクを買うときには、こちらのラジオでお話しした通り、外付けマイク選びに失敗してしまう可能性が高いので、
失敗しないように心がけて、いい外付けマイクの製品を選びましょう。はい、では本日のトリラジオについては以上にしたいなと思います。このトリラジオでは野鳥観察もしくは野鳥撮影に関する細かい事柄を深掘りしてラジオ形式で配信していく動画となっております。もしこのトリラジオで取り上げてほしい事柄がありましたらコメント欄に記載してください。はい、では実のトリラジオ以上になります。バイバーイ。